クインティン・ロネルベリーはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の元プロ野球選手、野球指導者。左投げ左だ。現在は MLB のミルウォーキーブルワーズで一塁コーチを務める。プロ入り後もチームメイトとなるアダム・ジョーンズとは7歳の頃からの親友で高校までチームメイトだった。高校卒業後の2003年。 MLB ドラフト25巡目でフィラデルフィアフィリーズから指名され6月8日に入団した。この年参加の A-9 バタビアマックドックスでプロデビュー。2007年は A 級レイクウッドブルークローズでプレーし126試合に出場して打率3123本塁打、44打点55盗塁を記録した。2008年は AAQ クリアウォータースレッシャーズでプレー。2009年は AAQ レディングフィリーズに昇格。2010年は開幕から AAQ レディングでプレーしたが、7月14日にウェーバー工事を経てサンディエゴパドレスへ移籍し、参加の AAQ サンアントニオミッションズでプレーした。 2010年12月9日にルール5ドラフトでニューヨークメッツから指名されて移籍したが2011年4月1日に自由契約となったその後4月21日にシンシナテレッツと契約した参加の AA 級カロライナマドキャッツでプレー後9月からトリプル A 級ルイビルバッツへ昇格したオフの11月2日に FA となった 2011年11月9日にデトロイトタイガースへ移籍した。2012年は参加のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズで開幕を迎えた。5月23日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビューを果たし、第3打席で珍しいバント2塁打でメジャー初安打を記録する。シーズン終了までにチーム最多の21盗塁を記録し、 成功率は100%だった。2013年の開幕はトリプル A 級トレードで迎えたが、6月2日にリーフとなった。2013年6月4日にウェーバー工事を経て、カンザスシィロイヤルズへ移籍した。移籍後はメジャー出場はなく、参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーした。2013年8月27日に、 クレートン・モーテンセンとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、主にダイソーとしてチームのワールドシリーズ制覇に貢献した。オフの11月4日に FA となった。2014年1月3日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。この年は開幕から 参加の AAA 級ノーォークタイズでプレーし、9月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの12月23日に自由契約となった。2015年1月18日にレッドソックスとマイナー契約を結んだ。この年は開幕から参加の AAA 級ポータケットレッドソックスでプレーしていたが、8月21日に自由契約となった。 2015年8月24日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りギター。前年までにデビューから25回連続で盗塁に成功していたが、9月20日のセントルイスカージナルス戦の26回目の試みでトレバー・ローゼンタールとトニー・クルーズのバッテリーを相手にして失敗し、記録が途切れる。 オフの10月27日に FA となった。2015年12月2日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は開幕から参加の AAA 級ソルトレイクビーズでプレーしていたが、8月18日に自由契約となった。 2016年8月31日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級バッファロー・バイソンズで5試合に出場した後9月7日に自由契約となった。2017年2月8日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。開幕から参加のトリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスでプレーしていたが5月9日に自由契約となった。 2017年7月2日に独立リーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した。2017年8月19日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスへ配属された。9月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の11月1日に40人枠から、 外れて、トリプル A 級コロラドスプリングスへ配属され、翌2日に FA となった。2018年2月12日にブルワーズとマイナー契約を結んだが、メジャー昇格はなく8月23日に自由契約となった。2018年8月27日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級。 スクラントンウィルクスバリレールライダースに配属された。オフの11月10日に現役引退を表明した。引退表明の同日、ブルワーズの外野守備総類コーチ就任が発表された。2021年シーズンからはブルワーズの一類コーチを務める。ありがとうございます。